こんにちは、ハイジです。というわけで今日はですね、コメント欄で、これ面白いですよって紹介されてたアプリを、ちょっとやってみたいと思います。かなちゃんの秘密というこのアプリですね。では行きましょう。せーの、ポチンと。じゃあとりあえずもうスタートしましょうか。かなちゃんにバレないように尾行せよ。画面をタップすると隠れます。なんだこれ。探偵のアプリかな。行きましょう、とりあえず。はい。油断しちまったぜ。ストーカーのアプリじゃん。まあ俺確かにストーカー顔だってよく言われるけれども、あと 197m って書いてあるじゃん。達成したらどうなるのか気になるから、ちょっと続けてみましょうか。じゃあ振り向いた瞬間に押さなきゃいけないのタップ。すげえ難しくないそれ。見切った。そういうことなんだ。ああ、ちょっとタイムラグがあっても遅い遅い。いや、隠れ方不自然だろうな。ありゃりゃよしよしよし、はいはい、はあ、はい。いや、ペットか。隠れ方が不自然だとさっきから今だ忍者だ、忍者だよこれね。え、それで OK なの？今ので OK ならもうポストとか用意しなくていいじゃん。遅い遅い。これは自然、これはまだ自然な方で、さっきからね、さっきと比べたら。いや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 、いやけどかなちゃんもこれ見たら、うん、普通に歩けないだろ。もう水なかったぞ。何今のシンクロナイズドスイミング。この人聖火好きだな、随分と。今だ。だからその、すごく手が込んでる隠れ方とそうでもないその落差が激しすぎない。見えているぞ、はい、これも大丈夫ですかって言われちゃうよ今のだったら。甘いな。ひどい隠れ方、ひどい。僕を見くびるな、はい、もうさ、こいつ多分もうずっと見つかってんだよ。ちっちゃくなった。何この特殊能力、すげえな今の。無駄です。ネタな、うん、見切った。自撮りね、これ一番自然、一番ありえるよ街の中で。こういう人遅い遅い。不自然だよ不自然だよ。もう12月24日以外はもうこれ無理、通用しないだろ。無駄です。お、すごい。いや、かなちゃんも服かぶったっつってね、ちょっと足も速くなりそうだよね。ちょっと早く帰んなきゃって、恥ずかしい恥ずかしいってね。遅い遅い。モザイク、これかなちゃんにはモザイクかかってるのに見えてるの、ちゃんと。よし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 。難しい。はあ、よし。死体現場死体現場だよもう。僕を見くびるな。だから、いやだからさ、あたしじゃんって言わないのこれ見て。何やってるの。やりますね。いや、どこ行く、浮いちゃうぞ上に。尾行できねえじゃねえか。よし。いやいや、だからこれ大丈夫ですか、全部手伝いましょうかって言われちゃうよこんなことしてたら。はあ、いや足出てる足出てる、足出てて見つかっちゃうよ今だったら。今だ。どこに向かって視力検査してんだよ。見えているぞ。タモリさん、タモリさん。甘いな。何？メデューサ、メデューサ。いやこれストーカー以上にやべえやつじゃん。僕を見くびるな。いよいよ。よしよしよし、ゾンビ逃げちゃうぞゾンビ。見切った。何そのパターン、ターザン。遅い遅い。いよいよ自宅近くに死体がいるってなっちゃうよ。いいの。よし。え、これ何、ここに来てんのこれ何、シンプル。よしよし、お家まで来た、消えてった。
はい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 、え入ってくの、え なに入っちゃうの、え意外と男前だけど旗折ってる、そんな鶴の恩返しのなんだこのうち、いやクリアじゃねえ、なんでこれツイスト取ってんだ2人で。どう考えてもかなちゃんの部屋の雰囲気とかを見てニヤニヤすんだが普通のストーカーでしょ。何旗折ってる姿見て上機嫌で踊っちゃってるのよ。これ相当しょうもないゲームのはずなんだけど、ここまで2面とか3面とか4面のラストが気になるゲームもなかなかないよね。